ソムリエよ。このコーナーでは私月森ねねが演じたシチュエーションが何だったのかを南川さんに当ててもらいます。新年一発目、これまだ続くんですね、はい、これ早速、ね、手応えこそ手応えこそないのにねそんなことない、まあいいでしょう、頑張ってもしよう、いいですよ、はい、では、うん、いきますね、お願いします。こんなに貯めてたんだ、私にいっぱいちょうだい。なんだ、あーなるほどなるほど、はい、なるほど、だからこれは、はい、エロじゃないですね、おこれはエロじゃないですね、あの貯めてたんでしょ、だからやっぱり冬ですから、はい、もうカニをね、カニをずっとほぐしてほぐして、うんうんうん、ずっと貯めててね、うんうん、それをね奪われた、そうでしょ、え、カニです、カニですよ、カニを剥いて、あれほじほじするでしょ、うん、そのカニの身をね、貯められて、はい、でそれを奪われた、それでしょ、ブー、出ちゃいます、違いますか、はい、何ですか、はい、じゃあ正解発表します、うんうん、正解はおじいちゃんにお年玉をねだりに来た子供、絶対違うやん、だからおじいちゃんの通帳を見た時のおじいちゃんの通帳を見た時のこんなに貯めてたんだ、私にいっぱいちょうだい、いやちょっと待ってくださいね、じゃあもう一回、はい、でやりますよ、僕おじいちゃんやりますよ、はい、ねねや、はい、明けましておめでとう、はい、しっちゃんありがとう、はい、ねね、おじいちゃんお年玉欲しいな、欲しいな、欲しいな、お年玉であげたよ、あげたよ、あげたよ、もっともっとあるやろ、何、通帳見てみ、通帳、うん、こんなに貯めてたんだ、私にいっぱいちょうだい、ちょっと合ってるなちょっと合ってるな、あってまあ最初のスタートが近かったから最初のスタートが近かったから一番今まででスムーズにいけたような気がします、おじいちゃんと、まあ、でもなんかエロかったですね、孫ねねエロかったです、設定がエロかったかな、なるほど、よかったですね、はい、ということで、うん、2023年も、うん、この声のソムリエやりますからね、はい、やるのね、わかりました、当ててくださいね、次回は、わかりました、わかりました、はい、それでは今週も始めていきましょう、ボイズハート放送局、明けましておめでとうございます、月森ねねです、明けましておめでとうございます、南川でございます、芸人と声優が大きなお友達と作り上げていく健全な男の子を育成するトイズハート放送局、皆さんの欲望に応える番組を発信していきますと、はい、日付も変わりまして1月1日の午前2時半でございますからね、はい、これはもう新年一発目、ね、どう考えても新年一発目でございますねでもこう超通常運転ということ で、はい、そうですね、あんまり何も変わりはないということですね、うん、それが一番いいですよね、そうですね、逆に通常通りで、うんうん、緩く楽しくやっていきたいと思います、そうですよ、そういうことで、はい、今年もよろしくお願いいたします、お願いします、ということでございます、はい、2023年の姫始めならぬおなほ始めですね、もうちょっとなんか工夫あってもいいかもしれませんね、姫始めになんかね対抗して、まあでもおなほ始め、トイズ始め、トイズ始め、うん、トイズハートでよろしくお願いしますということでございますよ、はい、そして本日は、はい、なんとゲストが来ていただいている、そうなんです、はいはいはい、AV 男優漫画家のカエルのエレファンテ先生がこの後ご登場です、もうこれもあれですよね、こんなこと言ったら失礼なんですけども、はい、うん、通常通りですねね、トイズハートファミリーから始まるお正月ですから、もうなんかほとんど準レギュラーですから、はい、そうですね、エレ、はいはい、さんは準レギュラーといっても過言にはないということで、よろしく、なんかいろいろ話も聞いていきたいということで、はい、ことと 何よりも、はい、またエレファンテ先生が新しいことを始めたといいますか、はい、まだねちょっとこう愚痴じゃないですけども、うんうん、それがあるのでちょっと深掘りしていきたいというところでございますね、はい、で、今年もですね、うん、番組の実況や感想はぜひハッシュタグトイズハート放送局をつけて、はい、SNS でつぶやいてください、お願いいたします、待ちしています、はい、それでは今日もあなたの欲望にお答えしていきます、トイズハート放送局、今夜もスタート、この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りします、トイズハート放送局、改めまして月森ねねです、南川でございます、そして本日のゲストも完全なるトイズハートファミリーで、はい、AV 男優兼漫画家のカエルのエレファンテ先生でございます、はい、明けましておめでとうございます、おめでとうございます、カエルエレファンテです、先生今年もどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、二人三脚といったところでございます、ありがとうございます、この番組ではもう一発目からもうこんな本当に柱になってね、いや、そんなもうちょっと持ち上げすぎた、そんなこと
ことないです、先生。まあ、先生はあの2022年は、はい、まあ、AV 男優を始めました。はい、この連載の他になんと、はい、異世界男優原作もスタートされてるんですね。はい、そうなんです。これいつ、これで、この異世界男優、これ今、そうですね、手元にありますけれども。第1巻が。12月の19日にですね、はい、単行本1巻を発売させていただきまして、はい。はい、これは素晴らしい。今ちょっと見てますけども、これはちょっと、まあ、絵もね、画力もすごい、なんていうんでしょう、これ絵は先生描いてないんですね。そうなんです。原作だけで。原作だけでございますから、よりこの絵とこのエロさが相まって、どうですかね、ねちゃん、これパッと見て。あの、グランドジャンプさんって結構何でもありなんだなって思いまして。そうですね。あ、そうか。グランドジャンプさんから出てるんでね。なんですけど、結構もう、甘い円な感じなので。エロですよね、はい、完全にエロに振り切ってるので、おお、グランドジャンプすごいなっていう、これはちょっと喫茶店ではなかなか読みづらいなっていうのはありますよね。ちょっとお外で読むような、そうですよね、本ではない。で AV 男優始めました、僕は全然喫茶店で読んでましたから、あれはまあ、ね、あのエロを控えめに、そう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 、そう、ある種ちょっとそのストーリーなんていうんでしょう、ドキュメンタリーって感じだから、ね、ドキュメンタリー漫画って感じなんで、うんうんうん、そこはしっかりとね見れたんですけども、ね、異世界男優はねやっぱファンタジーって、はい、そうですね、これちょっと家で自分の部屋で読みたいなと、そうですね、じっくりと読みたいなというところでございます。はい、さあ2023年になりましたけども、エレファンテ先生。はい、まあ、それよりもまず2022年はどういった年でした？そうですね。まあ、その新しくその異世界男優の原作を始めるにあたってですね、うんうん、はいはい、結構あの準備期間が長かったので、もう2022年はそっちにずっとかかってた感じですね。もう先生、これどうなんですか、ぶっちゃけた話、ちょっと男優のお仕事と、はい、漫画関連のお仕事、はい、何対何になってるんですか、はい、今のところ。8対2か9対1ぐらいで漫画ですね。あららら、あら、あらら、これでちょっとそれは先生的にちょっとたまりません。いや、それ失礼な話なんですけど。大丈夫です、もう大人なんで。そうだそうだ、もう相当やりましたもんね。そういう言い方もよくないと思う。別に発散してるわけじゃないですもんね。お仕事でやってるんですもんね。仕事ですから。すみません、ごめんなさい、すみません、ね、中学生みたいな。たまるでしょ先生、そんなずっと10でやってたのが急に9対1と1になったな、これ、ね。いやいや、まあそうか、でもそれなりにこう仕事の割合は振る、2023話ではこれどういう、まあ、割合もありますし、新しいことにこう着手するのか、うんうん、どういった感じを先生、そうですね、先生予測してるんですか。23年は22年をこう引き継いでいきたい感じですね、はいはい、まだ種をまく時期というにはまあちょっと長いですけど、うん、そうやってちょっと地ならしをやっていきたい感じですね、はい、うん、だからこの漫画をとこの割合という、まあ、AV 男優もこう並行しながらっていうのを引き継ぎながらやりたい。そうですね。なるほど。これでも原作どうです、その原作と、まあ、あの今まではもちろん自分で書いてはった AV 男優始めましたと、はい、これ違いはどうでしょう。なんていうんですかね、うん、原作といってネームというその絵の設計図みたいなものをこう書いてくださいっていう小回りとセリフを書いたものを渡して、うんうん、そして作画の方に綺麗な絵にしていただくという形なんですけども、うんうん、それだともう結構な負担、まあ、負担って言ったら失礼なんですけど結構やってますよね。そうですね、うんうん、大変といえば大変なんですけど、僕そんなに文章が得意ではないので、絵で伝えた方がやっぱ楽は楽ですね。やりやすい。実はですね、僕も、はい、あの今年ね、今年とか去年か、はい、の漫画原作やってるんです。あれ、そうなんですか。あ、ねねちゃん、僕はもう結構、先生と結構今張ってる感じ。そうなんですね。まあ、とはいえ、はい、あの僕はある番組で、はい、そのね、ちょっと芸人の、うんうん、まあ、殺し屋の芸人っていう設定の、うん、まあ、原作を書いたんですけど、書いたというか考えたんですけど、うん、それを考えたんですね。でもそれは僕も初めてじゃないですか、経験ないじゃないですか、こう文字で書くわけですよ、こういう設定でこういうストーリーでみたいな感じで、で、あの先生に見てもらって、まあ、それも全然撮影中なんですけど、はい、なるほどなるほど、え、これどうなんですか、え、これはどうなるんですかみたいな質問に全然答えられなくて、そこまでして考えてないですって言ったら、もう先生が全部埋めてくれて、だからこんなネームまでって書くことがどれだけ大変なことかってことは僕はもう身に染みてるわけですよ。そう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 、それがね、もうだから原作と言ってはいけないレベルの、もう先生がほとんどやってくれたっていう感じなんですけども、
これはだからもう自分で読んでもあこんなストーリーにしてくれたんやみたいなねそこそのレベルだったんですね。そのレベル、そのレベル。本当そうだから言うの恥ずかしいレベルのその感じなんですけど、まだ先生そこまでやってるから、ね、ある種ちょっと変わりはそこまでないかなというところですよね。じゃあなんて言うんでしょうね、出来上がりを見るまではやっぱ逆ですね。なんかここまでやってるのに出来上がりが来たら、うんうん、あ全然違うものが来た、なんか嬉しいみたいな。はい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 、そこまでやってくれるんだ、はい、みたいな。あ、なるほどね。絵でここまで作ったらもうちょっとね、うんうんうん、エロくしていただけるというか、そうです、立体感になると言いますかね、うん、やっぱ画力が上がるとグッとなりますから。じゃあこれはまあ並行してやっていくというところでございます。そうですね。エピソードもこれどうです先生、つきません？うん、そう、いや、AV 男優始めましたは、うん、僕その時系列を追って書いてるんですね、うんうん、その僕が AV 男優になってから、うん、なろうとしてからなってからで、ずっとそのままこんなことがありましてあんなこともありましてっていうのを、はい、まあ、その最初の年からずっと書いているので、はい、そのあれを書きたいな、これを書きたいなってなってもまだ書けないっていうのはあるんですよね、やっぱね。そのこれを書くためにはこっちのエピソードを書いとかないと意味が伝わらないよとかあっちゃうんで、それを無視して書けるんで異世界男優の方で。一つの設定に乗っかってるので、異世界にあるということですから。完全にフィクションなので、うん、もうあれを組み入れて、これも入れてみたいな、あんなことやりたかったな、こんなんやりたかったなっていうのも全部入れ込めるという。なるほど、かなりじゃ あのその辺は、いろいろ自由度が高いですね。自由度高いですね。そういうことでございますね。人種とかも普通の人ではなく、うん、エルフとかモンスターだったりするので、職種が出てきたりだとか、出てきたりっていう感じですよね。このね、これなんでですか、この髪の毛が蛇の人、ね、そうですね、いますよね。ゴーゴンの、そう、神話の出てくるような人がやってるというこの、ね、これもエロいですよ。すっごいエッチですよ。はい、ということで、エレさんに今回いろいろと、漫画のことをお聞きしましたが、この後のコーナーも引き続きお付き合いいただきます。はい、よろしくお願いします。はい。はい、トイズハート放送局。特別企画、2023年次くるエロ。さまざまなジャンルが流行した2022年、うんうんうん、こちらを振り返りつつ、はい、2023年にはどんなエロが来るのかを3人で勝手に話していきます。なるほどね、まあ、2022はこう年末に向かって結構ワールドカップであったりとかいろいろございまして、そうです ね、ね、結構激動の、はい、年末でございましたけれども、はい、2023はどんなエロが来るのか、はい、ということで今回番組スタッフがですね、美少女ゲーム部門、はい、AV 部門などいろ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 と部門ごとにリサーチをしてきてくださいましたので、いやでも確かにその辺はちょっと無知識ですね、はい、そちらをね紹介していきましょう。そもそもエロに流行りあんの？あ、でもありますね。そうですね、そこですよね。なんですわこれが。でもなんていうんですかね、割と流行りというか新しいものにすぐ食いつくのが AV 業界というか、はいはいはい、アダルト業界なので、はいはいはい、あ、なるほどね、それあるな、確かに、はい、そうですね、今で言ったら VR とか VR3D テレビとか 3D テレビ、うんうん、あとなんかまあある種設定ね、設定ものね、そうですね、ね、それですよ。じゃあ、はい、じゃあ聞いていきましょう、何が流行ったんでしょう、行きましょう。まず AV 部門からいきましょうか、ね、お願いします。 AV 部門まずはこちら、サブスクもの。サブスクもね、はい、定額いくらでエッチし放題のような気軽にエッチをしたい男性の欲望が形になった作品が人気でした。ああ、そのそういう設定ね、はい、ああ、なるほど、ね、いかがでしょうか。これは見ますか、どうですか先生は。これね、見たことありますね、うんうん、定額でまああの入れ放題ってことですよね、はい、はい、それこそ流行りものですもんね。そうですね、流行りものですかんだって、まあ、でサブスク自体がね、うん、流行ってましたからね、うんうん、去年はこれで2023、はい、どうなるかなっていう。サブスクものに続いて何かサブ新しいサブスクそうなるとクラウドものが来るかもしれない。クラウドもの、なんかやりたい女優さんを宙に浮かしておくっていうね。どういうやりたい女優さんを宙からダウンロードして下ろしてくるっていう。下ろしてきて今日はこっちにしておこう、明日はこっちにしておこう、クラウド商品ちょっと面白そうだな、ね、見てみたいな。これよかったらお願いします。はい、はい、じゃあ続いていきましょうか、はい、また AV 部門ですね、はい、
メンズエステモノ。メンズってやつですね。エッチなことがありそうでないメンズエステの世界、もしも女性がエッチなことをしてくれたらという妄想が人気の理由のようです。わかるな、メンズエステモノ。メンズモノは、メンズモノは実際店舗でもありますからね。どういうこと？いやいや、そういうメッセージ、そういうメンズエステモノってね、別にありますよね、その店舗でも。でもメンズエステのお店ではできないから、ね、裏メニュー的な、ね、そういうことじゃなかった。イメクラ的なものですよ。イメクラ的なものですよ。難しいですね、そうそう、エステ系の風俗もありますからね。ある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 、はい、エステ系の風俗もありますしね。そうですね、まあ、まあ、マッサージといえば大体ね、男の人が女の人をやる AV が多かったのが、確かに、はい、そうですね、逆ってことですもんね。逆にそうですね、女性のエステティシャンさんがっていう。確かに昔はあんまなかった気がしますね。昔は確かにこれも流行りものっちゃ流行りものですよね、当然。まあこれは僕はなんて言うんでしょう、2022というよりもこれ どんどんこれは定着していくんじゃないかなっていう感じがします。そうですね、メジャーな定番の一つとして、うんうん、それぐらい多分、まあ確かに今年流行ったんで、去年流行ったんでしょうけど、うんうん、今年からも別にずっとあるような気がしますね、うん、はい、では続きまして漫画部門から、はい、漫画部門いきますね、はい、異世界転生もの。これですよね、異世界男優とかな。異世界男優もそういうところですよ ね、 ね、大ヒットです。これは大、これはある種、はい、ちょっと僕まだまだあれです、異世界に転生したんですよね。そうなんですよ、その自分のままってことですよね。自分のまま、そうですね、シル男優さんがマジックミラー社に惹かれちゃって、うんうん、異世界転生した。マジックミラーである必要ありますか、これは。いやもうそこからスタートしたんで、この話考えるときに。まあでもそれが一番いいですよね。マジックミラーで惹かれるのが一番いいですね、はい、そもそも読み切りのつもりだったんですね。はいはいはい、はい、なるほどね。もうなんていうんです、出落ちというか、はいはい、それを書くだけの漫画をちょっと考えてたんですけど、うん、いつの間にかなんかずるずるとなんか連載ものに発展してきて、みたいな設定がちですよね、これはね。そうですね、本当に設定があるのでっていうのは、はい、小説やアニメの世界ではもともともう何年か前から異世界転生もの人気なんですけど、アダルト業界にもついに波が到来ということで。なるほどね、はい、でも逆にそのこのいう異世界の人が現実に来るっていうパターンもありますよね。ありますね、それもありますよね、うん、その現実のパターンでのその AV 女優になるっていうAV 女優として成立する。そう、王女が AV 女優として君臨するみたいな。トップ AV 女優になってくるいいですね、はい、面白そう。それは面白そうなので、ちょっとラジオで言わないでほしい。あ、ほんまですか。後でそれ。ほんま、すみません。もし漫画になったらね、赤月や南川さん、コビを。いや、僕はもう全然設定ぐらいやったら、ね、好きにしてください。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで続きまして、美少女ゲーム部門からいきますね。2022年に流行したジャンル、ぽっちゃりもの。はい、母性を求める男性が人気の要因か、ぽっちゃりミケポものの作品が2022年は多く見られました。ミケポ調べたんですけど、はい、3桁以上のぽっちゃり体型の人のことを想像してるそうです。ミケタぽっちゃりでミケポ、だから100は、はい、あ、やっぱ才能っていうもんね、100を超えるっていうのは。なかなか増やすのも大変ですね。性格もいりますしね。そう、女性ほら太い芸人さんでも意外と、うん、意外とやっぱ80、身長があったりすると、ね、やっぱ身長もそんな高くなければやっぱり 7,80 が限度なんですよ。で100いくってね、そう、安藤夏さんとか 100いってくると思いますよ。あのメープル調合です。あれは多分いってると思いますけどね、うん、あ、もうモテますからね。いやすごいモテるって言いますよね。そうなんですね。そうなんですよ。それがやっぱりすごいなっていう。それぐらい男が好きなんで。結婚してましたしね。そうですそうです。ぽっちゃりってさ、ずっと男好きよ。そうですね。やっぱ肉感のある。どれぐらいぽっちゃりがいいですか？もうそれはね、もうね、季節による。あ、季節による季節。夏場はちょっと。夏場はあれですね、冬のなんかちょっと心寒い時は、もうちょっと太っててもいいみたいな。もう2023年も多分引き続きだと思いますよ。こちらも流行るといいな。ガリガリが流行るって多分ないと思うよね。まあそうです。どちらかというとやっぱぽっちゃりの方が。ガリガリの、まあ好きな人はいるんでしょうけど、流行りで来たことはない気がしますね。逆に。そうでしょう。先生はやっぱどっちかって言ったらぽっちゃりですよね。ね、細いのが好き。あら、そうなんですね。え、結構細いなっていうのもあるじゃないですか。結
構ガリまで、もうガリガリまで。あ、そうですか。そうですね。そのガリガリにその乗じて、胸もあんまりそのなんていうか控えめ。これもあり。そうですね、控えめあり。あ、じゃあ、あり。なるほど、なるほど。そういうこと。また、それか。いや、いろんな性ね。そう。俺はだからそれはあんまり意外と嫌なんで、ぽっちゃりが。はい、というところですね。はい。そして最後ですね。こちら、美少女ゲーム部門からです。うん、と会話する作品。なるほど。チャットに会話を打ち込むと AI が返信をしてくれるというゲームがですね、複数流行っておりまして、あまりのリアルさに人間が返信しているのではということで話題に。だからそれはさ、なんかある種ね、LINE、うん、とかでもね、ありますもんね。あ、そうですね、今。あ、LINE のなんかああいうのでね、はい、ポンポンって返してくる。そういう AV も面白そうですね。AV に発展して AV になるとそういうアダルト系で、アダルト系ありますよね、絶対ね。なんか確かにいい感じの返ししてくれるというか、今日のパンツ何色ってなったら嫌だなとか、なんかそういう、ね、聞く内容が昭和ですねめちゃくちゃ古い、ね、結局セクハラっていうかもう、ね、古いことしかないから今の子も聞くんですかね、パンツの色。確かにね、もう聞かないでしょうね。だってパンツの色、俺気になったことあんまないっすもんね。ないですね。ないっすもんね。なんであれパンツの色何色って、あれなんで聞いたんでしょうね。多分恥ずかしがるのが、聞いたいんでしょうね。でも今この現代においてはさ、そんなこと絶対に言っちゃいけない世界だから。あ、そうですね。そうですね。コンプラがね。はい。で、それこそ今のその AV 女優さん、今の人がその昭和のむちゃくちゃセクハラすごかった時代に転生するってのはどうする？ああ、面白そう。すごい、どんどん。面白そうだし、いくらでもかける。ライソンさんとエレンさんでちょっと会議を。そういう設定もあるかもしれませんね。そうで、なんかすごい嫌がりながら、え、もうドン引きするっていうね。あ、いいな、見たいな、ドン引きする。そういうようなこともあるかもしれない。はい、ということで、そう、2022年はこんな感じでいろいろ流行りましたよっていうことなんですけど、じゃあ来年は何が来るのかと予想しましょう。いや、今さっきの原作が良かったですよ、ね。あ、本当ですか。先生、本当僕この設定しか渡しませんけど、あとは自由中で。これはもうそういうこと。23年来ますよ。来ます。はい、いや、だってエロの原作もの僕はどんどん作っていって設定だけ。あと全部先生が手で投げて、先生形にしてもらうという形がもしかしたら来るかもしれません。ということで、2023年は南川さんのネタが次来るって予想します。そうですね。大忙しですね、先生。原作者としても頑張っていただければ、はい、わかりました思います、ね、本当にブームが来たら褒めてください。なるほど、我々のことを、ね、特に南川さん、エレさんを、だからそれこそ、はい、まあ、前言ってた東袋のそのオナホに K 林とかね、あれはね、まだちょっと実現ならず、実現ならずなんで、ならずなんですね。今そう、トイズハートで今ちょっとね、協議してるという人たち、ずっと協議してるのかな、してるのはいいんですけどね、こう貼るだけでいいんですよね。そう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 、貼って剥がせるみたいな、濃い目とかさ、薄めとかあるわけですから、スープ、ラーメンのスープみたいな感じ、濃いめ、薄めで、はい、マシマシみたいな感じ、はい、はい、ということで、以上、2023年次くるエロでした。トイズハート放送局。ここでトイズハートからのお知らせです。本日は温泉浴場2をご紹介します。トイズハートの人気オナホール、温泉浴場のコンセプトをもとに新素材を採用し、さらに重量感がアップしてより肉厚になったリッチモデルです。内部はゾリゾリ系刺激がしっかり楽しめるひだ山が高い構造を採用。さらに内部を進むとギュッと詰まった密着感も味わえます。一層際立つ高山系ボテひだをお楽しみください。温泉浴場2は通販サイト様およびお近くのショップ様でお買い求めいただけます。以上、トイズハートからのお知らせでした。トイズハート放送局。お届けしてきましたトイズハート放送局エンディングです。番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。メールは番組ページのフォームからお願いします。この番組は月曜日のお昼12時からトイズハートの公式ホームページでもアーカイブ配信されます。こちらでもぜひお楽しみください。そしてこの番組ですが、今年1月5日木曜日12時から音声配信アプリのスタンド FM でも
聞けるようになっちゃいます。あらら、はい、トイズハートスタンド FM で、はい、いけるの、トイズハート放送局やめときましょう。聞けますって言って辞退しましょう。決定なんで良くないと思います。スタンド FM にそのオープニング流れると思うとゾッとするんですけど、大丈夫ですか。ソムリエ、はい、YouTube 同様毎週月曜日12時に最新回が更新されます。嬉しいバックグラウンド再生ができるので聞きながらトイズハート商品をぜひポチってください。そしてそしてトイズハート放送局からお年玉企画でございます。黒魔術師のオナホアトリエとオナツユをセットにして3名の方にプレゼントいたします。はい、投稿フォームからご応募お願いいたします。懸命にお年玉、本文に、住所、氏名、年齢、好きな AV のジャンルを書いて応募してください。はい、締め切りは1月6日金曜日いっぱいでございます。知ってます。大盤振る舞いね。はい、いや今日はですねもう一発目ということでございまして、はい、エレファント先生に来ていただきまして、はい、一発目からありがとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。こちらこそよろしくお願いします。何回来ていただけるかというところでございます。はい、呼んでください。はい、はい、そしてですね、あのエレさんにですね、お便り届いてるので、はい、最後に、はい、紹介したいと思います。はい、でお名前バリオさんからいただきました。はい、僕はエッチの最中に女性と会話をするのが苦手でエッチをする時も無言になりがちです。相手もそれを理解してくれているので大丈夫なのですが、はい、今後別の女性と出会う機会があった時にもしかして嫌がられるのではと不安になることがあります。カエルの先生はプレイの最中に声を出すことに対してどうお考えでしょうか。彼女いるんですよね今。そうですね、別の人と出会った時のことを考えるのやめましょうよ。そこはね、まあ、ちょっと意地が悪いですよね。我々もちょっとおってない。いやでもね、なんてやってやろうやって一生その人でいいと思いましょうよ。そうですよね、今いいとされてるんだからね。まあ、でも仮にですよ。そうですね、若くて、ね、これからもしかしたら、ま、もしかしたら何か、ね、起こるか分かんないですから。そうですね、まあ、いろんなことは想定していかないといけないですからね。会話します。会話やっぱ相手によりますよね。ああ曖昧ですけど、でもよく喋る女の人がいてもそれはそれで興奮するかも。なんか嬉しいかも。なんかちょっとなんか喋りながらエッチするの何でしょうね、なんか日常感があって楽しいですよね。はい、そう、日常感があるから、その日常感とセックスというね非日常で混在してね、そうですね、ような気もしますけれども、でどうしたらいいですかって聞いてですよね。そうなんですよ。どうしたらいいですか。どうしたら喋れるようになるかってことですもんね。そういうことですよね。なんかその真っ暗闇で二人っきりでエッチしてるとやっぱ情報がないんで、はい、あまり喋りにくいと思うんですよ。なるほど。やっぱ普通にこう喋ってても、はい、真っ暗闇で何も見るもの、まあ、テレビとかだったら、はい、そこのテレビの話とかできるじゃないですか。 それもなしでいきなり何もなしで喋れって言われたら難しいと思うので同じだと思うんですよね。はいはいはい、だからそれで AV を流しながらエッチをするとか、なるほど、ならこの女優さんどうだよねとか、 あのスタジオ、うん、あのラボホテル、はい、あんな感じで楽しそうだよねとか、はい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 、行ってみたいね、今度ああいうとこ行こうかとか、はい、そういう話から入っていけば、めっちゃちゃんとしたあれです。このラジオらしからず。いいです先生。ちょっと待って、じゃあ何を求めて聞いてきたんですか。なんかもうラボ行ってやっときゃええやん。それでなんかですね、こんな回転しながらみたいなね、そういうことでいいんじゃないですかっていう感じでよかったんですけど、ちゃんと真剣に答えていただいて、先生ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ参考にしていただければと思います。はい、います。はい、それでは、またお会いいたしましょう。ここまでのお相手は月森ねねと、南川とカエルのエレファンテでした。バイバイ。バイバ。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りしました。